はい、皆さんこんにちは、チュでございます。マイト&マジックですね。今回は番外です。囚人をね、解放したと思うんですけど、全員ね、コメントいただきまして、囚人をいびっちゃうとどうなるのかなと。なるほどね、確か私やってません。でね、バックアップ取ってましたので、囚人解放前のね、バックアップ取ってましたので、それでじゃあブラックリッジサウスでも行こうかなと思ってね、今町から出て、ソーピガルの町から出て、サイザー向かうぞというところでですね、魔法使いが飛行を使おうと思ったら、マジックパワーがない、 MP がないということで、寝ようとしたらこんなことになりました。これ勝てるのかな。これ全滅した時にすんごい辛いんだけど。あ、これとつか目覚ませられる。あ、でも目覚ましたところでどうすんのって話なんだけどね。目覚ましたで魔法使いがね、魔法使いがなんだかな、だな、魔法使いが全然役に立てないんでね、うん、MP がないので 1-6 騎士としてのもうあれがないね。で、強力なチーグを使いましょうか。あ、銃使ってた。あ、そっか、マジック、レベル分使うんだ。あー、やってきたか。まあ、こっからは攻撃してこないと思うんですけど、キラービーズがちょっとね、あら？あ、ごめんなさい。今ね、ちょっと私の方でね、間違えちゃった。いや、私今回ワイヤレスイヤホン使ってるんですよね。ワイヤレスイヤホンをね、友人の勧めで買ったんですけどね、サウンドピーツかな、なんかいうところのワイヤレスイヤホン買ったんですけど、これゲームモードっていうのが積んでましてね、遅延しないんですよね。驚いちゃった。いいの教えてもらいました。ちょっと待ってね。で、それでね、今ね、ちょっと位置が悪いなと思って触ったらなんか変な機能が入っちゃった。おそらくね、ごめんなさい。だからひょっとしてそっちには何も入ってないと思うんですけど、もし入ってたらごめんなさい。よいしょ。ね、じゃ あスケルトンか。あー、なんかすっごく、いや、しまった、早くしないと。あー、なんかすごくあれだな、裏目に出てんね。傷を治しましょうか。まあ、スケルトン2匹残ってるだけだから、いいかな。それだったら回復の方行った方がいいよね、キラービーズの方のね。キラービーズはちょっとね、怖いので、なるべくやっつけましょう。これ大丈夫だね。よいしょ。まあ、これぐらいの敵だったらね、盗賊の方でも、ラビットジャッカルだったらやっつけれるということですね。ああ、スカったの？ああ、スカったの？あ、勝った勝った。あ、しまった。私、月の光使ったらよかったんだ。しまったね。で、もう序盤でね、でも私、この夜襲かけられたの、キャンプに夜襲かけられたの、まだ2回目ですね、この実況してから。はい。まあ、これ拾っても仕方がないんだけどね、一応拾っておきましょう。これね、またやめる、消すんで、このデータ。消すというか、またもう使わないんで、あれなんですけどね。さあ。はい、じゃあね、4、3の飛行で、ブラックリッジサウスは B1 ですね。ああ、まさかこんな時に野手食らうと思いませんでした。本当はね、実はラジオしようかなと思ってたんですけど、いやいや、ちょっと前にね、ラジオやっちゃったので、ねえ、ラジオ、ちゃんとラジオしようかなとか思ったんですけど、ちょっとね、なんか今気分がね、乗ってないので、まだ気分が乗ったら始めようと思います。今どちらかというとね、マイト&マジックやるモードに入っちゃったので、
この後ね、まだ取りだめしようと思うんですけど、とりあえずね、精進だけやっとかないとと思っちゃったのでね。どっちだったっけ、ブラック、ああ、嫌な予感がする。出ない、出ないか。いや、こっちで合ってたと思うんだけど、あった。ブラックリッジノース。ノース?あ、ノースでいっか。サウスに行くつもりだったんですけど、ノースに行っちゃいました。てっきり私はね、L 級の町の方に出ちゃおうかなと思ったんですけど、違いましたね。B1 の場合は町に行かないんですよね。ブラックリッジノースね。で、ディスクを変えてと。で、ここに囚人がいますね。本当はね、囚人の前からね、取ったらいいじゃないと思ったんですけど、まあ、尺の問題と、あと、せっかくね、野手をかけられたんで、野手をかけられちゃったって言ったことは、よくよく考えたら、オークさん、うちの戦士、ヒットポイント62しかないのね。戦士なのに。こら、やばいな。巨弱機だな。このままどう行けばいいんだろう。ああ、これはあれだね。一枚扉くぐって左だね。で、こうで右だね。で、ドン付きまで行って、で、ここでアンロックして、で、ここにいるんですね。足かせをかけられた男がモダイ殺しんでる。ゴム、そのまま立ち去るとそのままなんだよね。あ、ゴムにかけてみましょう。囚人は縮み上がったと。あ、縮み上がった。あ、縮み上がるだけなのね。あ、縮み上がるだけでした。何遍でも、ストレス解消にはいいのかもしれないね。別にカルマみたいなものはつかないと思いますんで、これで属性変わったりするとね、ちょっとあれですけど、大丈夫ですね。じゃあね、というわけで、たかだか、6分程度しかなかったですけど、ごめんなさい。これで終わっておきたいと思います。囚人をいじめると、縮み上がったということでね、これ他の囚人だったらまたアクション変わるかもしれないんですけど、あ、でも全部拷問か。あ、全部縮み上がるのかな。文言変わってなかったですよね、選択肢のね。ということなので、とりあえず、マーチャントマジック、囚人を、囚人をいじめると縮み上がるということが分かりましたので、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。